愛と九州デー、最終戦の舞台は長崎。4連敗中のホークスは1回、昨日1軍再昇格で即スタメン起用の野村勇。センター前ヒットを放ち出塁すると、続く3番柳田、さらに4番近藤と上位打線がつながりを見せ、いきなり満塁のチャンス。打席には中村晃。内野フライで三塁ランナー野村が果敢にホームへ。判定はアウト。しかしリクエストで覆り、1点を先制します。なおもチャンスで牧原大成、絶対に結果をと、今月5日以来となるタイムリー。さらに今宮にもタイムリーが飛び出し、打者10人の猛攻で一挙4点を奪います。援護をもらった先発スチュワートジュニア、毎回ランナーを背負いながらもあと1本を許さない。粘りのピッチングで3回まで得点を与えません。打線は3回満塁のチャンスで柳田、この試合3本目のヒットは走者一掃のタイムリー。7対0と序盤から首位オリックスを圧倒します。スチュワートは再三ピンチを背負うも、チーム打率リーグトップのオリックス打線に流れを渡さず、7回には サード野村がジャンピングスロー、打って走って守って野村がバックから盛り立てると、スチュワートは自身最多116球の熱投、7回の失点でチームの連敗ストップに大きく貢献しました。